ちは。こんにちは。辻豊さん、はい、まあね、練習試合で、はい、いろんなちょっと若手選手とかを皆さんどのチームもこう起用したりとか日替わりでメンバー変えてますけど、中でもちょっとジャイアンツの湯浅大選手、坂本勇人がちょっと練習参加できてないからな、はい、だからまあそこら辺でチャンスをもらってるけど、はい、まあ、なかなかいいね。いいですよね。いい、ホームランも打ってるし。そうなんですよ。結構ね、安打数もすごいですし、あと皆さんおっしゃってるのが、うん、坂本選手の内角打ちにフォームがそっくりだって今ちょっとあるんですけど、まあね、どうですか。やっぱ似てくるよ。いい先輩の打ち方って真似するよ。はいはい。ただその写真ちょっと見せてあげて。これですね。これなんだけど、はい、いいフォームじゃないんだよ、これは。これいいフォームじゃないんだけど、はい、それ崩れて技術を使ってんだよね、左脇を抜いてっていう。はい。だからそういう打ち方もやっぱりいい先輩のこの技術を盗んでるっていうことだよ、この子は。そういうことなんですか。だから見て勉強してるというか、教わってるんじゃなくて。だからそういった意味では、はい、すごいセンスのある子だよ。そう、ね、見てできるってことは。だからよく言うのは、はい、教わることは簡単だけど、うん、自分で見て盗んで、うん、自分のものにしていくという、うん、だからそういうことができる選手なんだよ。すごい。それはやっぱり、まあ、天性のものというか、まあ、天性のものと、はい、やっぱセンスなんだろうね、そういう。そうなんですね。だからまあそういうことがないとやっぱり若手って全部が全部教えられるっていうことはできないから、はい、だからそういった意味からすると割とセンスのいい子だと思う。そうですよね。ゆたかさん、これさっきこのフォーム自体はそんなによろしいものではないって、はい、まあ、言って、ま、おっしゃってたんですけれども、うん、これは坂本選手は自分なりにこの内角のさばき方でこういうふうにできたフォームなんですか。ああ、できてる。元々はできてる。できてるフォームなんだけど、はい、ポイントがもうちょっと前であればしっかり打てるよね、はい、こうやって抜かなくても、はい、うんうんうん、だけどやっぱボールを引きつけて技術で打つという、うん、まあ、そういうことが、まあ、坂本もできてるし、はい、まあ、湯浅もできてるという。このフォームって例えば指導者からすると直したくなるような。いや、そこは一つの技術だから直さなくていいんだよ。あ、これはこのままでいい。そのままでいいの。だからそれが、ね、若くしてできるっていうのは、はい、いや素晴らしいことだし、はい、やっぱ坂本のおかげだよね。いい先輩がいるという。そうですよね。この湯浅選手も今回自主トレ、合同自主トレで一緒に坂本選手とトレーニングできたっていうので、はいはいはい、やっぱりそこで盗んで、で、はい、ちょうどこの練習試合の時期にやっぱり坂本選手が入院して出られないっていうその機会が巡ってきて、それを生かしてるわけでしょ。だから、まあ、そんなにプロ野球選手ってさ、はい、そういったチャンスってなかなかないよ、うん、だけどそこでつかめるかつかめないかっていうのは運だから、はい、で素質があったとしても、うん、センスが良くても、うん、運がなければ何もならない。だから人間ってさ、はい、面白いもんで、全ての人が潤うんじゃなくて、やっぱ運が強い人っていうのがやっぱこう上に立っていくっていうか、はい、伸びていくというか、チャンスを生かせるというか、それ感じれない。いや、感じます。この世界もそうですよね。そうだろう、はい、やっぱね、運に支配されてるものってたくさんあるよ、うん、でもその運っていうのはじゃあどういうふうにして勝ち取っていくかというと、どう思う。まあ、そこで自分の成果を出せるとか自分の実力を発揮できるとか、うん、じゃないと運は物にできない。だからそれは、だから結局日々一生懸命やってることが運を導くと思う。違うんですか。いや、俺はもう持って生まれた運だと思うよ、それ。自分のそのラッキーというか。ラッキーじゃない、ラッキーを持って生まれてるという。天から授かったものですよね、まさに、うん、ギフト的な。いや、だから、うん、俺は思うに、はい、この湯浅っていうのは、だ時期的にも3年目でしょ、はい、でプロ野球から入ったルーキーだと、うん、多分坂本がちょっと入院するからってポジション空いたからって使われなかったと思うんだよ、はい、でも3年目で一番何か分かってる頃、うん、でまた坂本と一緒に自主トレをやった、うん、それもきっかけでなんか坂本を表現すれば俺だってできるんだみたいなさ、はい、教わったことを表現すればっていう、はい、だからそこも運だと思うんだよ、はい、巡り合ってきた。そうですね、全てがぴったりと当てはまってこれでしょ。すごいですね。例えば大城っていうのが東海大相模だと、はい、原監督になったと、はい、東海大相模、うん、で、まあ、打つと、うん、
でやっぱそこもやっぱこう東海大相模に行ってる運とか、はい、いろいろあるわけじゃない。だからやっぱ人間ってね、やっぱ運も持ってなきゃダメだよね。いやダメでしょうね。だから人と誰と知り合うか、はいね、で誰と知り合ってその運が磨かれるか、うん、だから坂本に磨かれ坂本の後継者になってくるかも分かんないよね。いやそうですよね、うん、私原監督ってこういう選手好きそうですか。いや原監督は最初に坂本に目をつけて、うん、若い時に坂本で行くっていう風にしといて、はい、坂本がそこまでなったわけでしょ、はい、だから今度は坂本がやっぱこうショートとして、まあ、野球選手としては もっと長くできると思うけど、はい、ショートとしてどうなんだっていう、うん、もう過渡期に来てるんだよね、うん、もうちょっとできると思うけど坂本は。だけどその時に後継者としては誰なんだっていう風にやっぱ見てるよね。そうですよね。だから湯浅を坂本にこうなんていうのかぶせて見てるかも分かんないよね。あ坂本の若い時に。そうですね。だから坂本はもう原監督に育ててもらったっていう、はい、そういうことがあるし、うんうん、だからそして原監督の時に湯浅が出てくるという。不思議な、これもまた巡り合わせというか。だから巡り合わせっていうのは確かにあるかも分かんない。あとこの記事の中でそのファンの方とかが言ってたのは、じゃあ例えばこれで例えば坂本選手が例えばショートからサードに行ってショートにこの岩瀬選手っていうポジションになってもこれで結構いけるんじゃないかみたいなことも、まあそう簡単にはいかないと思うけど、うん、ただ魅力は出てきてる選手だよね。ですよね。ああいやなかなかやるなって思うよね、うんうん、バッティングにしても守備にしても、はい、ああ3年目でここまでやればもう高校からでしょ、はい、ああ十分だなっていうふうには思うよね、うん、ただ1シーズン戦える体力精神力があるかっていうと、はい、まだちょっと不安な面はたくさんあるけどね、はい、まあでもあのセンス的にはすごくいいセンスしてるし、うん、だから楽しみではあるよね。まあ足は速いし、はい、まあいろいろ越えなきゃいけない山はあるにしても、はい、でも楽しみな選手が出てきたよ。そうですよね。うん、坂本選手ってその、まあ、打てるしホームランもすごいしでショートじゃないですか。湯浅選手のどんなタイプの、いや1、2番のタイプだよね、はい、あ1、2番の、うん、出塁率が良くて、はい、まあ、塁に出たら好走塁、そういったところをこう求めていくと思うよ、うん、でも 50m6 秒フラットぐらいで走るんでしょ、はい、だからまあそこそこ足も速いし、だから楽しみだよね。そうです。まあ、足の速い選手っていうのは肩もいいし、はい、で体にバネ持ってるし、うん、だから本当にあのいい内野手が出てきたなっていうふうに思ってるですね。なんか巨人ファンの方がなかなか巨人の生え抜きの選手がなかなか定着しないで、ね、こう固定あのポジション固定で出てこないって言ってる中で、なんかこの湯浅選手だったりちょっと新鮮だよね。そうですよね。あの、うん、増田、はい、増田っていうのは盗塁の技術もあるし面白い選手なんだけど、あと山本、はい、慶応から入った、なんか一つ足りないんだよね。で吉川っていうのも体が持つのかっていう不安があるしさ、はい、そういうことから考えるとなんかすごく新鮮に感じるんだよね湯浅っていう、うんうん、だから俺は期待してるけどね。そうですね。まあ球場に行ければさ、はい、今球場行ってもさ中継があっても下降りれないんだよね、取材費ダメなんですよね。ダメなんだよ、はい、だから原監督に聞くわけにいかないんだよ。直接本来だったら聞いてるんです、ね、いや本来だったらもう絶対聞いてると思うんだけど、はい、聞けないからちょっともどかしいんだけど、はい、まあメールでもしてみるかな、岩佐どうって聞いてみてください、まあ、はい、いや そしたらなんかすごく、うん、まあ、原監督はああいう若手が好きだからね、はい、向かっていって思い切りのいい選手はね、うん、まあ機会があったら使ってほしいなと思うけどね。そうですね、うん、本当今シーズンね、まあ、試合数少ないですけど、うん、その中でどのぐらいの出られてポジションショートでつけてっていう、ね、そこですか、まあ、坂本選手って偉大な選手がいますから。いや坂本にね、うん、まだね取って代われるだけの実力はないよ、はい、ただ今シーズン何試合出れるかっていうのは、はい、何だと思う、どこにかかってると思う。今シーズン何試合出れるかは、岩佐がどこにかかってるか、打てるか打てないか、これは分かるでしょ。だって話の流れからするとさ、はい、うん、そうだだからそこの運を持ってるかどうかだよ。そっか、うん、まさにラッキーボーイ。そうそう、運持ってる。だから誰と知り合ってどうなっていくかっていうのはやっぱ運だし、だから原監督になった
ね、坂本を育てた監督だ、その後継者として湯浅がなんか浮上してきてる、うん、ここもなんか俺強い縁を感じるんだよね、うん、だからすごく期待してる。なんか縁ある、運ある。私ですか？あ、私人との出会いの運を持ってます。いやいや、え、そこの運持ってた。お前なんか今日ボケてんな。なんかピンとこないね。なんか運持ってるっていうから。いや、なんか運持ってないんじゃないの？持ってますよ。独り身？独り身？これからすごい運が来るんですよ。はい、わかりました。もうすごい男運が。